はい今回はラサール石井さんの炎上発言と裏側にあるからくりを徹底分析してお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますラサール石井さんがですねものすごく炎上していますね何なんでしょうかこれはまあ、頭の体操ということで考えていきましょう僕はこのことを色々調べたんでだいたいこういうことだろうなと、えー、そのことがわかりました あの最初に誤解がないように言っておきますが、ラサール石井さんが正しいか間違ってるかって、そういったまあ話ではないんですよ、そういうところに話を、えー、持ち込んでいこうとするんですが、で例えばですね、えー、ラサール石井さんが悪いというのかもしれない、ただし意味が違う、ラサール石井さんが悪いような発言を引き出した、その意図がある、岸田、あるいは脱皮、えー、そういったことです。そそもそもなんですが あの僕は、ね、正直言います、まあ、誤解がないように言いますけど、別にラサール石井さんの言ってることが間違っているとは思わないで、むしろラサール石井さんがそのように言うことの気持ちも分かる、なぜこ、このような根拠があるからです、で例えばそういうことを言うとです、ね、岸田がどうのこうのって言うけど、うん、じゃあこれに関して何と言い返す、言い返すことができない、え明確な岸田の過ち、意図的、おかしなことをしている点が2つある、これを多分皆さん、ご存知であれば。 岸田の言ってることが全く信用できないということがわかるまず一つ目今回のノットの揺れの翌日にですね自衛隊が1万人待機していたんですが岸田がその自衛隊1万人を出動させなかったという事実この事実があるんですよ嘘でもなんでもないですよこれ非常災害対策本部岸田文雄本部長が第1回会議1月2日の議事録にあります防衛省は1月2日の時点で自衛隊員が1万人 体制で待機していたと書かれているしかしこの自衛隊1万人を、えー、投入しなかったなぜ、うん、かわからない岸田の判断です岸田か総主国米の判断ですこの時点で岸田をしていることは間違えていることは明確にわかります一つ目続いて2つ目、えー、岸田をですね野党支援被災で20万円貸し出すと言ってます意味がわかりません、えー、こ,この国民が困っている国民に対して20万円貸し出すどうかしてます そしておそらくこういった作戦です。お金をどうのこうのする。じゃあどうするか財源は。うん、じゃあ,あね、医療保険とかに上乗せして、えー、増税だっていう、増税だとかっていうわけでしょ。この時点で全く信用できないわけですよ。もうだから、皆さん気づいてると思,思いますが、気づきましょうよ。うん。明らかに政府のやってることっていうのはおかしいわけですよ。で、えー、こういったことを言ってくる人がいるんですね。僕のところにも言ってきた人がいて、ちょっとわけはわからないなと思って調べたんですが、 自衛隊がそんな簡単に出せないとかね、あと、阪神の時もどうのこうのとか、阪神の時の村山ですよね、総理大臣、あれがですね自衛隊に出動要請を出さなかったっていう、嘘です、それ、これがでたらめなんですよ、僕はこれを調べたんですよ、おかしいと思ったからね、えー、その東日本の時も何か嘘をついていた、あるいは今回もそういった嘘をついている、その疑いがあるので、これを調べましたどう、調べたらこういうことは分かったんですね。 当時、社会党のです、ねまあ、首相が自衛隊を嫌っていたとか出勤要請をためらっていたということなんですが当時の内閣官房副長官の石原さんという方がです、ね、出勤をためらったことは絶対にないとはっきり言っていますで阪神大震災で自衛隊の派遣要請の権限を持つ兵庫県知事だった貝原さんも出,勤出動要請が遅かったのは自衛隊の責任逃れと言ってるわけですね。 だから、まあ、何があったのかという詳細は分かりませんが、これもですね、えー、裏で自民党が働きかけて、えーねこの社、社会党が悪いとか、そういった方向に持っていく、つまりそういった誘導なんですよ、これにまず気づくべきです。で、社会党の党首は自衛隊嫌いでどうのこうの出動要請をしなかったとかっていうんですが、そんなことはないと、この当時の、ね、官房副長官の方が言ってるわけですよ、石原さんっていう方がね。うん、ここのことを この情報をまず考えるべきです出動をためらったことなんていうのは絶対にないと自衛隊が見えないところで首相官邸と電話がかかってきたから気になって言ったら、まあ、道路が大渋滞でなかなかうまく進めなかったってそれが実態だということです。だから別に この社会党の村山が悪いわけでも何でもないんですよ、そういったことに分からないように裏側から自民党が工作に持ち込んだんですね、こういった工作をしてですね、国民に対してマイナスに働きかける、まさに売国制度自民党の正体です、それに気がつくべき、そ,そういうことに気がつくことによって、今回もまたそういうことを裏でやったんじゃないかと、そういうふうに疑うわけですね。 当日、兵庫県庁から4キの離れた校舎で大きな揺れに遭い、7時過ぎまで校舎と各所と連絡を取って、渋滞に巻き込まれながら、県庁に到着したとで、自衛隊の、まあ、派遣要請を持つこの貝原さんが言っていると、自衛隊と交信ができなかった、8時の段階で、えー、姫路の連隊から、えー、なんか連絡がなかなかできなかったっていうことなんですよね、うん、でそのことに関して、この貝原さんっていう方がおっしゃってるんですが、自衛隊の責任逃れって言ってるわけですよ。 だから、これってどういうことかっていうと、もちろんそのはっきりとは分かりませんよ。別に僕はあの内部関係者ではないからね。ただ、村山が別に自衛隊を拒否したわけでもないし、まあ、自衛隊にも言い分があるのかもし、まあ、れないです。ただし、そういったものをですね包み込んで、すべてね、例えば村山とか何とかだとかね、まあ、そういった対立を煽り込む、そういったことを言っているってことがわかるんですね。で、ここからがポイントです。大きなこれ、ポイントです。 村山政権が自衛隊を出し渋ったというのは、一部の自民の捏造でだったことが分かっている。出ました。自民党の得意技です。脱皮の得意技です。えこういったものを捏造して、ですね意味のわからないことを言って、国民がわからないようなことを言う、そういうことをしているわけですね。揺れから3時間後に自衛党は出動命令をして、えー、初動部隊は、あ他の部隊もお、まあ、活動を始めたということなんですよ。だから何かというと、一番大切なところ、ここなんですよ。難しい話はあるんですが、ここが一番あ大切です。 一部のの自民の捏造であったことが明らかになっています、うん、こういうことをやるんですよ自民党ってね、うん、その自民党が今回も何かをやったと考えるべきなんですよねそしてこの件っていうのはいろいろ調べたらあのたくさんの情報があ,のありましてその中から要点をお伝えしますが、えー、村山っていうまあ方ですよね、えーまあ、当時の方村山っていう方は自衛隊を容認していたんで自衛隊を嫌っていたということがないんですよだから全てでだらめってことです 出ました自民党の工作、うん、脱皮でしょうね、なんだかわかりませんが、脱皮をはじめとした、そういった工作をする、今回、岸田をはじめ、裏にまたこういった工作活動に回ったと思うんですね。だから僕はこう思ってます、ラサール・イシイさんが叩かれます、ラサール・イシイさんが叩かれる、ほとんどの人がラサール・イシイさんを叩く、つまりこの問題の件は何か、ラサール・イシイさんの言ってることが正解、他の人間がすべてこのプロパガンダを流していると、山本太郎さんのときと同じことが今度起きてるんじゃないかと思います。しかし、このことに気がついてる人っていうのもいるんですね。 この僕が言ったような言い方とはちょっと違うんですが、これに関しておかしいなと思っている人もおりまして、そういった方々の意見が SNS に出ているんで、そちらの意見を考えていきます。別に僕が1人で言ったということになると、ですね、また何やらわけのわからない、ね、ことを言わ,れ言われかねないので、例えば、まあ、この後で岸田とラサール石井さんのやり取りについてお伝えしていきますが。 今回の件というのは、岸田の言葉足らずだということを言ってるんですが、まあ、この方というのは非常に言ってることが優しいんですね。僕はこの方のような優しい考えではなく、岸田が意図的に、えーね、ラサール石井さんの誤った SNS 投稿を引き出すためにやったんじゃないかと、僕はそう思っています。もっと言うと、岸田の後ろの脱皮、あるいは創始国の指示が飛んでいると考えます。非常に巧妙ですで。そんなことをするわけがないじゃないか、最初に言いましたよね。うん、1月2日に自衛隊が1万人いたのにわそれを出さなかったその事実。 あとですね、困っている被災地の方に20万円貸し出すというその事実、その2点から考えて完全に機民政策、国民のためにならないことを繰り返ししているとそのように判断します。僕は全く信用してませんから、あの ラサール石井さんの言うことにどちらかというと賛成するんですよ、そのことだけを間違っているとね、えー、その発言を、ねえー、否,定否定される、炎上されるんですが、まあ、そのことはおかしいんですよ、そしてそういったことがわからないように、例えば岸田、あるいは自民党はです、ね、災害対策のポーズをふふ振ります。 そして、例えばですね、こういったことを言う人もいるんですよねあの。これは別に僕じゃないですよ。こういったことを言ってる人がいて、えー、まあ、そうだろうなと思いました。よく考えて、えー、ラサル石井さんって何が悪いの何も悪くない。本当に悪いのは自公政権。うん、その通りです。 まあ公明党がちょっと出てこないんですが、まあ、自公政権、えー、そうですね。あと、えー、これこれも一つ疑問にあるんですが、内閣官房機密費ってなんでここに使わないのって話ですよね、うん。裏金にはおそらく内閣官房機密費とかを使うわけでしょ。内閣官房機密費って使い方関係ないんで何も使えるわけじゃないですか。なぜでこの被災者支援に使わないの全く国民のことを考えてないでしょ。そういう人たちの怒りがどん,どんどんどん膨れ上がっていくんですよ。僕もそうです。だからあの おかしいなっていうのは岸田ね、でもそれが岸田に向かないんですよ。ラサール1周は政府批判をしているとかね、その意見がブワーっと広がった時点で、その逆は正解ですよ。僕はそう思ってます。完全にで、そしてそういったことを言う人間たちっていうのは、先ほど僕が言ったことには絶対触れないんですよ。岸田がね、1 1月2日に自衛隊を1万人、えー よ用意してしててたたた配備ものを現地に送り込まなかった議事録に書かれていますから、うん、岸田が完全におかしいことをしているわけですよ。で、比較的有名なねえー、被災地の方に20万円貸し出すっておかしいでしょ。おかしいと思わない国民が困ってるわけですよ。給付するっていう当たり前の話じゃないですか。その当たり前のことをしない人間ですよ。どこに信用する余地があるわけがわからない。そして おそらくラサール石井さんがハマったと思うんですが、この岸田のことに対して、後でやり取りを見ていきますが、岸田の投稿文には、ですね金額のことが全く触れられていないんですよ。えー、無料か有料なのかわからないんですよ。なんかそのことに関して、ラサール石井さんが、えー、発言したんですよね。で、それに関して間違ってるじゃないか、どうじゃ,うじゃらこうじゃらって言うんですけど、いやいや違う、そういったものを引き出すための岸田の、えー、罠に引っかかったと、僕はそういうふうに思っています。 そしてラサール石井さんに対して言います、虚偽情報であるとかなんとかって言うんですが、そうではない、日本国民もそういうことを思う、僕はいろいろ調べて、こうじゃないかと思ったんですが、お、え、そ、ー、らくラサール石井さんをはじめ、国民もですねそのような、まあ、誤解という名の誤解を招くようなことを投稿していると、だから実際言われているんですよ、ラサール石井さん、叩かれてね気の毒だって、僕もそう思います、うん、岸田がそういうことを引き出すための SNS 投稿したからね。 でおそらくですよ、これ、こういう見方もできるんですが、ラサール石井さんがこのように言わなかったら、あ岸田とかハセとか金取ってたんじゃないかと思いますけどね、うん、全然考えられるじゃないですか、だって、被災地の困ってる人に20万円貸し出す政府ですよ、うん、全然そう考えるとべきなんですよ。で、おそらくですが、山本太郎さんを散々叩いてね、脱皮、そして今度は、その叩く対象をラサール石井さんに変えた、そのように考えられるということです。で この、まあ、やり取りがまだあ,あるんでね、まあ、もうちょっと、まあ、このことについてお伝えしますが、ラサール石井さんを叩くっていう、まあ、それは例えばね、その部分を切り取ってラサール石井が悪いんだっていうのかもしれませんが、いやいやいや、よく考えましょうよ。こういうふうに考えましょうよ。あのラスある石井さんって えー、国民のためを思ってるか思ってないかだったら国民のことを思ってるんですよ。その発言ということですよ。岸田はどうですか国民のことを思ってる思ってない。国民政策、全く国民が困るようなこと言ってるでしょ。ラサール石井さんというのは国民のことを被災者のことを思って言ってるんですよ。あの被災地の方はですね山本太郎さんがおっしゃっているように、えー、この先どうなるかわからないっていう不安を抱えながらね、えー、過ごしているわけですよ。で あの岸,田がもし岸田をもし擁護するんであれば、全く擁護しませんけど、一ミリもね、<laughs> その岸田の投稿文に、えお金は、まあ、例えばすべて無料です、ここもいやらしいんですけど、すべて無料ですよって書いてあればいいんですが、そんなことは全く書かれていないんですよ。だから そう考えたら、ラサール・イシーさんのお考えが正しいと思います。だってお金がないわけですから、被災地の方って困ってるわけでしょ今、すごく困ってるわけですよ。そんなところに、後からね、どうのこうのとかって言ったって、それ後出しじゃんけんずるでしょそういうふうに思いますけど、僕はね。うん。<laughs> 今回の件にも出てきましたね。ラサール・イシーさんを叩く脱皮ですよ。で、 ラスアール石井さんに対して、またね、わけのわからないことを言うんですが、左側とか、別に左側、右側関係ないんですよ。で、僕はさっき言った話に関して、左側も右側もないじゃないですか、じ事実ですよ、事実。事実を考えた方がいいんですよ。岸田は1月2日に自衛隊を1万人待機させて、えー、げ現地に送り込まなかったという事実、えー、岸田は、えーね、被,災被,災者被災地の方に20万円貸し出すと言って給付しない事実、その事実が答えです。 しかし、そういったことに目を向けさせないため、あるいはですね、まあとお伝えしますが、緊急事態条項からの目線そらし、そういったものに、ラ、え、サール石井さんを利用していると思います。例えば、山本太郎さんのカレーの件を利用しているのと同じ原理だと思います。ここに気づくべきです。今回の件というのは、僕はこういうふうに思っていますで。例えば、あ今、解説しましたが、じゃあ、どういうことになっていたのかというと、岸田がまずこういったことを SNS 投稿に、えーまあ、投稿したんですよね。 岸田被災地で、えー、寒い北陸の冬と長引く避難生活により心身ともに辛い環境が続いていると、インフラの復旧、住まいの確保にはかなりの時間がかかる、えー、自らの健康を守るため、ホテルや旅館など安全な環境、積極的な二次避難をお願いします。どこにも金のこと触れてないじゃないですか、うん、ただなのか、ねえー、お金かかるのか、有料なのか無料なのかがわからない、そしてこの,後についてこ,のことについてもいろいろ言われているんですが。 実は住むお金だけが無料とかって言われてるんですが、それ以外のお金がかかるかもしれないんですよ。本当にねその被災地で困っていたら、そういったお金がないことだってあるじゃないですか。だから、100歩譲って岸田を擁護するんだったら、こういうふうに言うべきですよ。国民の皆様が困っておりますので、ホテル、旅館などの宿泊費、すべて政府が負担します。え食事のお金もすべて政府が負担しますえ。そちらまで来られる交通費もすべて負担します。 政府がすべて金銭を負担しますので、国民の皆様、えー、不安を持つことはありません、安心してお越しください、そのように岸田が書いていたら、僕はこう思います、あ岸田、国民のことを思ってくれ,くれるようになったか、あちょっとは良かったなと思うけど、どこにもそんなことは書いてないでしょ、全然違うことを書いてるわけですよ、そしてラスアール石井さんを否定する、批判する、ラスアール石井さんは何を書いたのか。 被災者にそんなお金があるかだったらあんたらが金を出して旅館やホテルを借り上げ避難民を移動させろ5人誘致のアルバム作りみたいに長谷宏石川県知事に官房費から金出してやらせろってうんラサール石井さんの言ってることは正しいですよこれ。 でおそらくこのラサール石井さんの、えー、ことを炎上させるようなことを、えー、岸田がわざと言ったんですよ。で、えー、あ後から後出しでですね、えー、ラサール石井はなんていうこと言ってんだ、政府がり、ね、旅館とか,なんかホテルとかのお金を出すとかどうやらことうやら言ってんじゃないかって、後出しだ。この岸田の言ってることにそんなことはどこも触れていない、うん、理解ができないそ、それを読んだ人は。僕は調べたからおかしいと思ってますよ。ただ、ね一国を争うわけですよ。 このの,との寒いいい中ね、えー、過ごしててて人が亡くななっているわけじゃないですか,からもしも岸田を擁護するんであれば擁護する気は1ミリもないですけど先ほど言った通りです。費用に関して一切の不安をいりませんと言,言ってくれればいいんですがそういうこと言わないでしょであで疑いの目が向いてるわけですよ。岸田とか、まあ、長谷とかもそうですけどこいつらって、ねえー、困ってる被災地の方に20万円貸し付けるわけでしょ。 でもしもですよ、うがった見方をすれば、無料だって言われても、なんかこの後また違うことを言い出すんじゃないかとかね、うん、そういうことすらも考えるわけですよ。で、おそらく、ラサール石井さんはあ、まあ岸田っていうか、まあ、自民党っていうか、まあこの脱皮の罠にはまりまして、一部切り取られた発言を、ですね意図的に炎上に、えー、持っていかれたと、僕はそのように思っています。そしてほとんどこういったことを言ってる人がいないんですよ。山本太郎さんの時もそうですが、9割が間違っています。 で例えば仮に僕も、ね、この話を間違っていると、まあ、もし、まあ、おっしゃるのであれば、じゃ最初のことをまず答えてくださいよ。僕は,間違僕はこ,うこういうふうに調べて自分なりにこう思ってますし、これが僕は正しいと思ってます。でも、もし僕の考えが間違っているっていうんであれば、別にそのことにどうのこうのっていうのではないから、まず最初のことを2つ答えてくださいよ。岸田はなんで1月2日に自衛隊が1万人いたのに、その自衛隊を能登に送らなかったの 送れるんですよ。岸田には発言があるから。でも送らなかったんだよね。何かしらの理由があって。で、2つ目。岸田はですね、被災地の方に関して20万円、なぜ給付しないのうん。国民が困ってるわけですよ。普段は増税とか言ってるわけでしょ。その困ってる時ぐらい、国民のことを助けろよ。なぜそれをしないのまずそのことについて答えてください。で、そのことについての明確な答えがあるんだったら、僕は聞きます。あ、そういうことがあったのか。うん。でもそんなことはないんだよ。売国政府だからね。売国政党、売国党だから。うん。 おかしいと、おここら辺ここ最近、このおかしさが加速しているわけですよ。まあ、ちょっと話がそれますけど、ね、皆さん、思っていたんじゃないんですか増税メガネとか減税嘘メガネとかって、国民生活がどん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 疲弊していくことをやっていた岸田に、うん、マイナス感情を持ってたんじゃないんですかいきなり変わったんですかで大きな揺れがあったら、あまさか岸田のやってることがいいって思うように,思うようになったんですかおかしいですよ。そのおかしさに気づくべきです。 で、えー、今度はですね、長谷が1月13日に出したあ、ね、二次避難について無料であるっていうことを言ったんですが、無料であるというのは何が無料なのかわからないんですよ、うんあの。宿泊費が無料なのか、ね、ほ、えー、他のものが無料なのか、なんだかわからないんですよ。例ええばですね、まあ、本当に考えられることっててありましてその 能登、ね、からそこまで移動するお金も厳しいということもあるわけですよ。で例えばですねそういう人を見捨てるんですかという話なわけですよ。でそういうんだったら、ね、その方たちのことを考慮してその交通費まであの交通費、ね、その宿泊費食費全てを無,無料にしますとそういうふうに言えばいいんですよ。 だからあ、そういったところがおかしいんですよね。だから非常におかしいんですよ。何を無料にするのかがわからない。す、う、べ、ん、てが無料になるんだったらいいですよ。でもそれも後出しじゃんけんしたでしょっていうことを思うわけですよ。で、えー、何を疑問に疑ってるのかっていうのは、先ほどから何度もお伝えしているように、皆さんも思ってるでしょうが、えー、被災地に20万円貸し付ける岸田に疑問の目を持ってるわけですよ。もしですよ、岸田がいい内閣総理大臣であったら、そんなこと思われないでしょ。 で、えー、そういうことを今度忘れてしまって、ラサール石井がとかって、なぜラサール石井を叩く意味が違いますよ。意味が違う。そして岸田がですね、ちょっと面白いことを言ってしまったんで、うん、岸田、あの自分でね、えー、あの墓穴を掘ったなって、僕はそう思って、ちょっとこれね、えー、笑っちゃうんですけど、ちょっと笑っちゃうから、あわ笑いますね。まあ、ちょっと皆さんも不謹慎かもしれないけど、この岸田の笑うツイートを見ましょうね。えー、笑いましょう。 えー、岸田首相は1月13日、二次避難について誤解を招きかねな,ない事実,を事実に基づかない投稿が散見されますが、二次避難先は行政で手配して、避難者の方に負担を、負担していただくことはありません。 ということで、おそらくこのね、ラサール石井さんのこと言ってると思うんですね。こんなとこ面白いんですよ。その他のご情報も参見されます。影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません。公共機関等の情報確認お願いいたしますと言ってるんですが、自分で言ってしまいましたね。<laughs> 自分で言ってしまったと僕は笑ってしまったんですが、影響の大きいアカウントだと、影響の大きいアカウントだが正しいとは限りません。うん、そうでしょうね。山本太郎さんを叩いたのは誰でしょうか。影響の大きいアカウントじゃないんでしょうか。 えー、脱皮であるということを自分で言ってしまいましたね。愚かですね。愚かの極みだと思います。もう何言ってるか分かってないんでしょうね。騎士だって。うん。だってこういうおかしいことを言うわけですよ。うん。影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません。そうですね。これが山本太郎さんの件を否定していたことにもそのままつながると僕は思いまして。あ、自分で言ってるな騎士だって。うん。どうかしちゃったんじゃないかと、うん。思って笑っちゃいましたけどね。うん。 だから別に影響が大きいとか影響が小さいその関係ないんですよ、このことについて、どのように客観的に見てるかっていうことですね、だから僕は別に岸田を好きか嫌いかって大嫌いなんでね、うんまあ、その時点で客観的でないと言われるかもしれませんが、あの根拠を持って言ってるわけですよ、で逆を言ったら何も分からなかったら言いませんから、ラサール石井さんの件も分からないし、例えば岸田をしていることも分からなければ、分からないからお伝えできないじゃないですか、いろいろ調べて考えたらおかしいと思った根拠を言ってるわけですよ。 皆さんのお役に立てればと思いましてね、僕たち、日本国民のためをもってこ、こういったことを考えているわけですよ。だから今回の件というのは何かというと、まあ、ラサール石井が悪いっていうことを誘導して、えー、そういったところに、えー、罠に落としていくというパターンですね、そして多くの人間がラサール石井さんの発言を叩く、そういったパターンです。山本太郎さんのときと全く同じことが行われていると、意図的にマイナスの方向に誘導される、まあ、そういった可能性があると思います。 であとは、ですねこれは考えすぎって言われるかもしれませんが、こうも考えられるんですね。えー、この能登の方を、です能、ね、登からあまあ出して、外側、別のところに、えー、まあ、なんていうのかなあ、まあお金を仮に出したにしてもね、じゃあ、岸田の言うとお金を出すとするじゃないですか、それでもまだ先がありますよ、移民政策を押し,し通しですねこの能登をスマートシティにするっていう、そういったことも考えられるんですよ。で今って この能登と,とか輪島っていうのがこの被災して、ですねものすごく土地の値段が下がってるんで、えー、ここを外資系が買い取る、そういったことも考えられます。そういったことまで考えて僕は一応言ってるんですよ。だから、ラサール石井がどうのこうのとかそんなことではないんですよね。ラサール石井さんの言ってることは別に間違ってないと思います。あるいは、あこういったね、えー、いろんな、なんていうのかな、大変なことの動作され紛れて、えー、背後で、えー、今考えてるであろう緊急事態条項ね、これをまあ通そうとしてるんじゃないかと。 国民の関心がですね例えば今回の揺れであったり原発であったりそういったところにね、えー 目が向いているのをこっそり水面下で憲法改正、緊急事態条項、これを通すっていうのも考えられますからね、全然こういったことに気がつかず、ラサール石井がどうとかこうとかなんだ、うん、多くの人がラサール石井さんを叩いていることから、この件の正解はその逆にあると思います、そして全く違ったところに目的があると思いますので、た、まあ、多分皆さんもこちらの件をですね、まあ、おかしいと思われる、あるいはですね全くおかしいと思われなくても、僕の話を聞いていただければ、あそういったこともあるなと思っていただけると思うんですね。 まああのこの件がかなり注目されているんでいろいろ調べてわかることをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。